巨人、オコエ類、2番プラン、仁岡ヘッドコーチが好感触。仁岡智博ヘッドコーチ、47、がインタビューの中で2番、オコエの起用に好感触を明かす場面があった。特にオープン戦入ってからは2番というポジションを任せたんですけれど、そこでいい働きをしてくれました。打線としても彼に2番を務めてもらえればいい打線になるんじゃないか。監督ともいろいろな話をしながら、右打者が2番に入ると打線的にもいい流れになりそうだなと話しています、と期待した。オコエ選手を評価していることが分かった。右打者が岡本と坂本しかいない現状では貴重な戦力。上位を打つには打率、確実性が必要だが、オコエで1年務まるかな。2番で活躍してほしい。2番となるとオコエの方が佐々木と松原より上の評価なのか。阿部監督は2番は右のオコエが理想って言ってたな。巨人打線に右打者が少ないこともありやろ。右打者が少ない打線なのでお声もいいかも。今年の打線は坂本と岡本の前を打つ2番と、大戸と大城の前を打つ5番が重要だよね。対話性を見た限り、松原よりお声が上のような気がする。外野はお声、丸、外国人かな。松原と佐々木も使いたい。開幕阪神青柳ならお声のスタメンはないかもな。佐々木優先かも。お声を使うと松原やジョージが先発で使えなくなるんだよな。レフトに回すと秋広や丸が使えない。ライトはオドアがほぼ確定。今年はやってくれると期待してます。今年ダメならくらいの覚悟で臨んでほしい。去年は息切れしたけれども今年はパワーアップしてるよ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。